はい、バンクティーです。カナダでは、とてつも日本では考えられないような急斜面が多いんですけども、今日はホワイトホーン、多分入り口これ、斜度ね、40度ぐらいあるんですよ。はいはい。で、ここでちょっと皆さんに、その滑り方をちょっと披露したいと思います。さて今、アイガリーでどう来たんですけど、多分、レイクルイズの中で多分一番ここが急だと思います。やっぱ雪が意外と乗ってなくてガタガタボコボコしてたな。どう？意外となんか雪薄いっすね。難しいんやけど。じゃあさっきはアイガリーでしたけど、はい、今度はイーガリー。どう違うんですか？アイって。わかんない。アイには。愛があるんだよ、言うと思ったでしょ、食ったらね。A ガリ、B ガリ、C ガリ、愛まである。そのうちの。どんどん最近上がっていくんですかね。そう、わかんないけど。クリフや。イエーイ。うわぁ。翔太、それただのコブだから飛んで。ただのコブだから飛んで、それ。そう、まっすぐ。ただのコブ。